BMW が直近の四半期で世界で最も収益性の高い自動車メーカーの称号をスズキに奪われました。今回は日本の自動車メーカーのスズキが最も収益性の高い自動車メーカーの座を BMW から奪ったことを伝える海外メディアの記事の翻訳をご紹介します。ドイツメディアの報道によると、第2四半期の BMW のプロフィット、マージン、利益率は 11.4% で、日本の自動車メーカーのスズキの 11.8% に敗れたといいます。BMW は、2016年に、ダイムラーに、世界最大の高級車の売り手の称号を奪われるなど、ここ数年は、苦しい状況に置かれており、以来、利益率の低下に悩まされていました。これらの数字の引用元である世界四大会計事務所の一角のアーンスト&ヤングの調査は、BMW の利益の低下は、今も進行中のディーゼルスキャンダル、そして、最近では、米国の貿易関税からの損失に起因すると指摘しています。ただし、BMW は、今のところ、まだ、通年では、最も収益性の高い自動車メーカーであることは指摘しておくべきでしょう。利益率がスズキを下回ったのは、直近の四半期が初めてです。また、ドイツの他のライバル企業と比較しても、BMW の株価は堅調です。ドイツのビジネス新聞、ハンデルスブラットが今月報じたように、今年のドイツの自動車メーカー各社の株価は、前年比で、フォルクスワーゲンがマイナス 13%、ダイムラーがマイナス 16% であるのに対し、BMW は 6% にとどまっています。世界の自動車メーカーが主戦場としてきた北米市場は、積極的な販促活動により、新車需要のオフを先取りしたと言われており、各社販売数が軒並み減少している。ディーゼルスキャンダルは、今も BMW に影響を与えていますが、同社は、フォルクスワーゲングループやダイムラーのように、数十万台規模のリコール問題に直面していません。一方で、スズキの利益は、中国とインド、発展途上国での需要が好調に推移したため、昨年は急騰したのです。スズキの主要市場の一つであるインドの前例のない需要増は、同社の利益を、2018年2月の時点で、前年比 68% も増加させたと見られています。インド市場での好調ぶりなどの影響で、スズキは直近の4半期で BMW から世界で最も収益性の高い自動車メーカーとしての地位を奪うに至りました。同社の5月の営業利益は3740億円に増加し、4から6月期としては純利益が過去最高を更新しました。 BMW は世界で最も収益性の高い自動車メーカーとしての地位を守り続け、その牙城は崩されることはありませんでした。その無駄のない効率的なドイツのエンジニアリングは、真に高い利益率を可能にしています。しかし、今週火曜のドイツメディアの報道によると、BMW は、その称号を失ったといいます。スズキが、直近の四半期で、その座を奪ったのです。ドイツのビジネス誌、ハンデルスブラット、グローバルは、世界的なコンサルティング会社である、アーンスト&ヤングの最新の調査結果に言及しながら以下のようにツイートしています。ドイツの自動車メーカー BMW は、もはや、世界で、最も収益性の高い自動車メーカーではなくなった、アーンスト&ヤングの最新の調査による各社の第2四半期の成績で明らかに。スズキは、11.8% の利益率で首位に、BMW は 11.4%。このニュースを伝えるドイツの月刊ビジネス誌、マネージャー、マガジンの記事は、2018年通年で見れば、BMW は、まだ、最も収益性の高い自動車メーカーであり、問題はないと指摘しています。ただし、アーンスト&ヤングは、ドイツの自動車産業を取り巻く環境は、ディーゼルゲート問題の余波、米国と中国の間で加熱する貿易戦争の影響、そして、通貨の影響による損失の拡大などで近年厳しくなってきていると指摘しています。さて、スズキが好調であることは喜ばしいことですが、そんな彼らが今しなければならないこととは何でしょうか？スズキは、
その利益をもって再び米国市場の開拓に取り掛かるべきだと私は考えます。なぜなら新型ジムニーに続き新型クロスビーなどという見るからに楽しそうな車が発売されたのにアメリカでは手に入らないなんてあんまりではありませんか。ここアメリカにスズキの新型ジムニーや新型クロスビーが来ないってのが悲しいよな。あのキア自動車のサブコンパクトカーであるキアソウルが何十万台という規模で売れているんだから、スズキの車だって同じくらいの規模で売れそうなものなのに。それにしても高級車メーカーでないスズキがそれらよりも高い収益性を達成していることは本当に驚きだ。しかも自動車メーカーにとって最大の市場である北米で販売していないにもかかわらずだ。 11.8%? スズキがここまで健全な利益率を誇っているとは驚きだ。どこも高級セダン、高級 SUV をそのラインナップに追加しまくっているのにそれらなしでってんだからなおすごい。新型ジムニーいいよね。最高すぎる。ちょっと待って、これってつまりスズキ車の所有者は BMW 車の所有者よりも本来その車が持つ価値よりも高い代金を支払う可能性が高いことを意味してたりするの？この新型ジムニーのためだったら多少割高になっても欲しいわね。 I just want a ジムヌ me too。 てか今販売されているどの新型の車よりもこのジムニーが欲しい。スズキは本当にどうやってあんな小さく非力ないわゆるお安い大衆車で高い収益性を確保できているんだ。その手の車で高い利益を得ることは不可能だと思っていたんだが、そしてそれはフィアットが長年苦しんでいる理由でもある。ちょっと待ってくれ、スズキがどの自動車メーカーよりも収益性で勝っている？おかしいね。アメリカの自動車メーカーは小型車は収益性が低いと主張しそれらを作らなくなったのに。見え透いた嘘だとは思っていたけど、ここまではっきりとそれが間違いである証拠が出てくるとはね。私はいつも小型車を魅力的に思っていたよ。イグニスやアルト、ジムニー、そのどれにだって乗りたいと思ってる。スイフトのような軽量の小型車が高級スポーツサルーンの3シリーズよりも多くの利益を生んでいるのか。答えはシンプルさ。現行のスズキエスクードは2005年から生産されている。ジムニーは1998年から新型が出たのは知ってる。そしてスズキ APV、 スズキが海外で販売するセブン、8人乗りのミニバンおよび商用版は2004年からだ。初期に投資した分を回収し終わった後もずっと販売し続けているから利益が増えるのさ。またスズキはプラットフォームを共有することにおいてもかなり優れている企業だ。小型車は大きな利益を生まないなんてのはたわごとだったわけだ。スズキはその辺のことを熟知しているんだろうな。そもそも小型車非力なんてのは言ってるのは我々アメリカ人くらいのもんだろ。小型車に対する認識がお粗末なのは我々が重すぎるからだ、私を含めてね。利益率は BMW なんかより空調のエアベント周りをレザー張りにするのに5000ドル取ったり、オプションを追加していったら最終的に15万ドルにもなるフォックスター、ボクスターの別称を販売するポルシェが業界でトップだと思ってたんだけど、ポルシェはフォルクスワーゲングループの傘下だからフォルクスワーゲンに含まれてるのかね。 BMW は車両じゃなくパーツで利益を得ている企業だと思っていたが、その無駄のない効率的なドイツのエンジニアリングは真に高い利益率を可能にしていた。 BMW が高い利益率を誇っていたのは希望小売価格に無駄に上乗せしていたからだと思っていたが、私の走行距離22万マイル約35万キロメートルのグランドビターラ、スズキエスクードの V6 ロングモデルは今も1年を通してオンロードでオフロードで活躍し続けているし、
兄の走行距離30万マイル、約48万キロメートルの同系車も現役バリバリだ。両親の鈴木兆し、鈴木が製造、発売していたセダンも、相変わらず素晴らしい走りをする。スーパーマンのロゴを貼るのが、ふさわしい車たちだ。本当にアメリカに戻ってきてほしいよ。アメリカに帰ってきてくれとは言うが、鈴木は、米国市場を去ってから、数年で、収益性がより高くなった。両者の間には、相関関係がある可能性がある。イグニスが欲しい。ジムニーが欲しい。クロスビーが欲しい。正直言って、鈴木の現在のラインナップは、米国から撤退する前に販売していたものよりも、ずっと魅力的に見える。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。